では、樹木オン続き取っていきます。パート5ですね。やっとね、今ここにいるの前作樹木に出てきた前作の舞台です。でもね、要素結構変わってるんだけど、すごい懐かしい。なんだか見られてるので気持ち悪い。でも本当に人形にはね、いい思い出ないんだよな。前作も出てきたからね。目玉えぐられてる人形、襖固く閉ざされてる。え、どこに行けばいいの？てか、あの赤いの何？何赤いの？セーブポイント？じゃないよね。お、イベント？お、何何？昔これ。昔の話？あ、八重、お母さん大丈夫？あの、ほら、ラスボスが、子供の頃、ラスボス八重、子供の時代。八重かい。大丈夫だから心配しないで。うん！いい子だったの？あ、母は病気で寝たきりだった。お、今のは八重の過去。この家は奴の心象世界なのかもしれんな。記憶のかけらを手に入れた。あれかな、やっぱ悲しい事情があるのかな。あの、性に執着するのは。お母さんが死んじゃったから、私は、なんだろう、お母さんの分まで生きるみたいな。なんか、やりづらいじゃん、そういうの。やりづらいじゃん。お母さん死んじゃったのかな。なんで？一人は怖いよ。死は恐ろしい。そういうことか。死は恐ろしいのか。私は生きなければ。生き続けなければ。なんだよ。生きる力が欲しい。恨むに恨めないじゃないか。記憶のかけら。なんだよ。もう完全な悪者だったら、心置きなく、噛み砕けるのに。喉仏を。ガブって。どうするの？持てればいい？おっと？お、開いた。どこかの鍵が開いたようだ。一つしかないよね。とりあえずセーブしよう。いつ死ぬかわからん。えい。襖は固く閉ざされてる。あれ？あれ？あれ？そっちか！待って。待って、今動いたよね。動いたように見えたのは気のせいだろうか。今動いたよね。この野郎。ぶりっこしやがって。うわ。また見るの？見なきゃいけないの？見たくないよ。倒せないよ。呪術師。今日は少々危険だが、攻撃呪術、今日は少々危険だが、攻撃呪術に、ごめん、大きい声出して。ごめんね。ついて教えようと思う。うん。わかりました。諦めるわ、もう諦める。攻撃呪術には、術者の感情が重要になってくる。ふむ。感情が弱すぎれば、術は、発動しないし、逆に強すぎれば、術者本人にも危険が及んでしまう。術の発動に必要な感情は、喜怒哀楽怒の5つになる。ふむ。ふむ。術者に適した感情がどれになるかは、実際に使ってみないとわからない。八重ちゃんは、どうなんじゃないか？今日は実際に試してみて、術が使いやすい感情を探ってみようか。なんか念能力みたいですね。君は何の特性なんだみたいな。強化系、変化系みたいな。念能力っぽい。私はどうみたいな。私は愛。はい。じゃあまずは好きな感情を使って、そこの窓に攻撃してごらん。好きな感情。俺楽がいいな、楽。私の感情。私を一人にした死が憎い。やっぱどうなの？オン。お。あ、そういえばさ、あの、ハンターハンターの劇場版で、オンって出てきたよね。今思い出した。バカな、小さな子供が生み出す感情の力をはるかに凌駕している。オンの力。いや、これは私さえも超えているだろう。なぬ。この子の呪術の際は計り知れん。言いづらい。先生、これはうまくいったのでしょうか？ああ、初めてにしてはうまくできたと思うよ。私には及ばないが。そうですか、よかった。雨も強くなってきたし、今日は帰ろうか。私には及ばないが。しつこい、この人。はい、またお願いします。しつこいな。しつこいぞ。私は呪術を身につけた。この力で私は自分と大切な人を守って生きていく。私が先頭に立って皆を導こう。お、記憶のかけらを手に入れた。マジか。マジかよ。お、あ、なんかある。避けれない。やだ、見たくない、見たくないの。私これ見たくないの。戦えないから。くそー。
見なきゃダメなのか。戦えないよ。お、あ、大きくなった。八重ちゃん大きくなった。おや、八重様、お出かけですか。はい、いつもご苦労様です。いえいえ、八重様のおかげで暮らしが豊かで幸せですよ。今日は、時間が空いているので村を見て回ろうと思いまして。定期的にこういった機会があればいいのですが。いやいや、八重様が村にいてくれるだけで我々は満足ですよ。しかし今日はいつもより頑張らねばなりませんな。なぜ？はっはっは。あ、見てるからか。無理をせず、いつも通りで大丈夫ですよ。私もいつも通りののどかな村を見ているので。そうですか。ではごゆっくり村を回ってくださいな。はい、ありがとうございます。では失礼します。ろれつが回らん。いい人なんだよな。私は身寄りがないもの、私に賛同してくれた有力者たちと村を作った。村人の感謝の気持ちや笑顔が私の生きる糧となっていた。私が死ねば皆が悲しむことになるかもしれない。私と同じ悲しみを皆に与えるわけにはいかない。そういうこと。死んだらみんなが悲しむから。でも生贄はちょっと。どんな手を使っても私は生き続けてみせる。その手法がな。ほら、弥生ちゃんがほら迷ってる。私噛み砕けない、あなたの喉を。くそくそ、あんま見せるなよ俺に。人思いにやれないじゃないか。人思いに。おう、おー、なんだ、壁か。なんかあるぜよ。なんかあるぜ。ああ、かけ、記憶のかけらが吸い込まれた。何？記憶のかけら吸い込まれた。何これ？記憶のかけら吸い込み装置？何？おお、お、集まった集まった。暗い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 。なんすかそれ。なんか怖いんで帰ります。開かない。マジか。そい。いかん。え、え？その陣から今すぐ離れろ。何よ、先に言えよ。乗る前に。え、結構時間あっただろ。え、何？何？うわっ！え、死んじゃった？死んじゃった？え、何何？なんか神々しい。何だろう？何だろう？やられちゃったよ。何？記憶のかけらが降り注いだの？ふぅ。危ないところだったな。お、助かった？今のは霊力を吸い尽くす術だ。罠じゃん。同時に何か別の術も発動したように見えたが、お主の代わりにお守りの力が吸われたようだな。あ、お守りがボロボロになってる。あ、じゃあお守り別あれなんだ、なくてもつまないんだね。よかった、使っちゃったもんね一回。お、八重ちゃんなの？なの？八重、ははははは、私の術を完成に導いてくれたこと感謝するぞ。なんか利用されたっぽい。不服、不服だよ。貴様ら神崎家の封印と六道家にかけられた呪いで私は自分の術を完成させることができなかった。何？お前が再び来たことを奴が教えてくれなければ今頃どうなっていたか。奴って誰？だがまあお前のおかげで助かったぞ。そんな誰が私のことを。ふふふ、知る必要はない。言えよ。お前はここで消えろ。やめてくだ、おお、やった、犬神さん、かっけえ。犬神さん、かかか、少し無料して来てやったぞ。かっけえよ、あんたかっけえよ。さて、久しいな、八重よ。道剣の式神か。何とも醜い姿になったものだな。人の怨念を吸収しすぎたか。黙れ。私の体が不完全とはいえ、たかが式神の貴様を消すくらい造作もないぞ。かかか、やってみなければわかるまい。弥生、今のうちに奥の部屋に行け。そこにお主の友人が、マジで？さえいる、さえ、さえちゃん。さえが？やったぜ。ぬ。今だ、行け。行きまーす。結構ゆっくりと。こしゃくな。まあよい、あんな小娘いつでも消せる。さて犬神よ。そのような汚れた姿でいかにして私を止めるつもりだ。え、かっこいいじゃん、汚れてないよ。時間稼ぎくらいはできよう。え、死んじゃうの？ふはは、前に出過ぎたようだな。式神ごときが不浄なものに蝕まれ今にも消えそうではないか。ふふ、かかか、あの娘を死なすわけにはいかんのだな。くだらん、消えろ、やめて。お、かっこいい、雷神剣ぬ、犬だけに。言うたではないか、時間稼ぎくらいはできるとな。犬だけに。やばい。おお、お。な、パリパリしてた、パリパリ。お、いた、さえちゃんいた。
さえ生きてる生きてる、衰弱がひどい、早くここから連れ出さないと。お、今のは犬神さん、サエと一緒に戻ってみよう。戻っていいの？セーブしたいよ。ふう、セーブしたい。セーブしまーす。よい。セーブ画面に、やえちゃんいる、起きてる。起きてるけど、寝てるの？動脈さえ、衰弱。衰弱してる。これ、どうぞ、食べてどうぞ。ほら、これ、改正薬です。俺じゃなくて、さえちゃんに、さえちゃんの口に突っ込めよう。そい！改正薬、そい、そい、そい。三つぐらいあげるよ。そい、そい。くそ！あ、犬神さん、犬神さん、生きて、わ、なんか、燃え尽きてる。燃え尽きてる。犬神さん、燃え尽きてる。弥生か。どうやら友人も無事だったよ、みたいだな。燃え尽きてるよ。犬神さん、その姿は一体、俺のことは気にするな。それよりも、早く逃げるのだ。弥生は俺の術でしばらくは動けないはずだ。でも燃え尽きてるよ。それじゃ、犬木さん、いろいろいろ、あら、一緒に私が抱えていくから、触るな。あ、すまん、大声を出してしまったな。言ったはずだ、俺のことはいいと。その娘を連れて逃げるのだ。でも私一人じゃ、案ずるな。その娘がいれば、お主は大丈夫だ。俺の嫁だからな。友を大切に思う気持ちがあれば。嫌だ、犬神さん。うわ、可愛いけど、すごい落ち込んでる。新しいグラフィックだ。俺の役目は果たした。なあ、刀剣よ。わあ、消えちゃった。燃え尽きちゃった。そんな、犬神さん。おお、まあいいか。違う今の違うよ。ああ、私はサエと一緒に生き延びないと。早くここから逃げよう。今の違うよ。あ、神崎さん。お、なに、え、誰。あ、六道さん？無事ね、よかった。味方？どうしてここに？どうしてって、私は六道家の末裔を。知ってた、名字で。だから、目的はあなたと同じ。八重の計画を止めること。でもこの子がさ、奴を手伝ったんじゃないの？八重を。どうやら、八重の術は最終段階まで来てしまってるみたいだけど。なんか怪しい、すごい。だけど、そこの、さやちゃん。その子がいるなら話は早いわ。さあ、その子こっちに。怪しすぎる。怪しすぎて。さえをどうするつもりですか？言えよ、そこは。あなたには申し訳ないけど、その子には死んでもらうことになるわ。まあそうなんだよな。さえちゃんっていうね、その友達が死ぬことで、封印が。でも封印解かれるんじゃないの？死んだら。待ってください。解けちゃうんじゃないの？封印。さえをここから連れ出せば、その必要はもうないはずでしょ。神崎さん、それは無理よ。八重から逃げるのは不可能よ。私たちには力がないから、八重を殺すこともできない。なら、器になるさえちゃんを殺して、八重を自然に消滅させることが私たちの最後の手段でしょう。だから早くこっちに渡して。私ならその子を苦しませないで殺すことができる。なぜなら医者だから。やめて。待って、話を聞いてください。何言ってるの？もう時間はないのよ。逃げろ。待ちなさい。逃げろ、風のごとく。はっ、おっと、何をしてるの？手遅れになる前に早く。いや、さえ殺すなんてできるわけない。うわ、こけたっていうか、落ちちゃった。うぎゃ、落ちちゃったよ。死に至るのでは。あ、うう、さえ、お、大丈夫？近くにいる。あ、はい、大丈夫です。ああ、びっくりした。そっから動かないで。今降りる方法を。お、六道さんのターンじゃないのか？ないのか？どうしよう。とにかくサエと一緒に場所を移動しないと。逃げよう。引きずってる。大丈夫？服泥だらけになるよ。生傷が絶えなそう、すごい。体中に。ここは何の部屋なんだろう。あ、言っていいのか。よ。さえはまだ目を覚まさない。口にさ、この改正薬をさ、突っ込めばさ、良くなりそうなもんだが。ダメなのこれ。寝てる口に、そい！そい！そい！ 2 個連続で。100回復する、100。
ダメなの？改正薬。あ、なんで骨だけこんな。骨フェチみたいな。この部屋で一体何が？骨骨祭り。骨骨。あ、これは人の骨。お、どう？お、なに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 ？え、あ、懐中電灯が。電池はまだ切れてないはずなんだけど。え、え、つかない。どうしよう。え、困る。え、何か近づいてくる。え、困るよ。え、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 いや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 、困る困る困る。え、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 死んだ？何も見えないよ。許せない。え、許さないって言った。え、え、なになに？明かりがついた。今のは一体。嫌な気配もなくなったみたいだし、よかった。さえは大丈夫かな？様子を見に行こう。早く帰りたいよ。俺も帰りたいよ。家だけど、何これ。おい。あ、よかった。さや、大丈夫みたい。かわいい、この顔。かわいい。待ち受けにしたい。かわいい。頬染めてる。この場所は危険かもしれない。一度戻ろう。お、はい。あ、また引きずっていく。大丈夫。腕とか足がすごい。あ、やばい、来た来たぞ。そんな。嫌われたものね。隠し階段があったわ。さて、それじゃ、さやちゃんを渡してもらおうかしら。待ってください。六道さん、あなたが、六道家の血筋なら、恩の玉という道具を持っていないですか？うん、これのことかしら。これはお寺の祠にあったのだけれど。揃った。六道さん、八重を封印できるかもしれません。そんなバカな、八重を封印するなんて私たちには。持ってんのかよ。これはこの村の神月の地下にあった本です。持ってきてよかったね。この本には強力な封印術のやり方が書いてあります。そしてそれは私たちのご先祖様が私たちの時代で起こることを予感して残してくれたものなんです。先読み来た。これ封印術に必要な道具は3つあるんですが、最後の1つが見つからなくて諦めていたんです。こんなものがあったなんて、六道びっくり。この先に封印術を仕掛けるのにちょうどいい部屋があるかもしれません。じゃあそこに術を仕掛けて八重を誘い込むってこと？そうです。ふむ、わかったわ。私も協力しましょう。切り替えが早い。さすが大人。よかった。ありがとうございます。私もできることなら、さえちゃんを殺したくないもの。だけど、もし術が失敗したら、さえちゃんを殺すしかなくなるけど、大丈夫かしら。確認取んないで。いいって言うわけないじゃん。わけないじゃん。ダメに決まってんじゃん。バカなの？わかりました。その時は、私も覚悟を決めます。決めちゃうのかよ。ツッコミだよ、もう。忙しいわ、ツッコミが。決めちゃうのかよ。それじゃあ行きましょうか。はい。決めてほしくなかったんだが。あ、セーブしたいです。セーブしたいです。隠し階段登ってよいですか？ああ、八重を封印しに行こうって言われた。言われちゃ仕方ね。言われちゃ仕方ねえや。こっち行ったらどうなるんです？あ、セーブできた。よかった。よかったよ。はい。セーブしていきましょう。なんか泣いてない？なんか泣いてない？はあ。はい。というわけで、このパートは終わっていきたいと思います。もう次パートでラストかな。八重ちゃんをね、封印して、このね、この怖いところから、待て、六道美咲。美咲さんだってさ、綺麗な名前だ。うん、この3人でね、頑張って八重ちゃんを、八重を封印したいと思います。よければ次パートも見てやってください。最後までご視聴ありがとうございました。